ね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね、うん、まあでも残ってる選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの選手は意味がないですからね、はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。家永から宇佐美、家永、この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず、スペースへメッシからヘーネス、ハンダ組み立てながら攻め上がっていく、対応します、裏へのスルーパス、ボールが上がる、ヘッドだ、来た、先制。ガンバはここで1回目の選手交代です。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。大きな1点になりましたよね、はい、ゲームが動いたことで両監督がどう動くのか、そのあたりも注目したいですよね。なるほど。早いパス回し、スルーパスを狙う、ボッシュート、これで差は2ゴールになりました。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。いや、これは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。阿部、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。1対1対1、はい、いた、シュート、ゲット、インテル、さあ、あと1点です。インテル、いや、素晴らしいですよね。流れは来ているので、このまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、ハンダからのボールを守備陣対応しました。シュート、さあ、こぼれた、インテルとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。このボールはカットされます。鈴木、さあ、左へ預けてベン・ホワイト、流れを止めます。フェイントを見せます、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。ここからですね、うん、空いてますからね、縦行きたいところですよね。稲本、スペースを狙う、ベン・ホワイト、ここは読んでいました。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、インテルとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。奪います、カウンターですよ。ハツセ、ガンバとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、タイムアップまで集中したいですよね。このまま勝ちを、ガンバ、ここは時間を使います。サイドを縦に走らせます、遠藤、さあ、左サイドへ、メシノ、いい展開ですね。裏のスペースを狙う、これは合いません。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。2対1、ガンバ1点を争う好ゲーム、見事競り勝ちました。さて、北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ガンバとしてはアウェーでも自分たちのプレーができるというのはやはりチームの強みになりますよね。はい、ありがとうございます。さあ、皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ガンバが接戦の末2対1、見事勝利しています。